どうもーちでーす。今日はですね、こちらつぶつぶからでピックアップガチャ全15個引いていきたいと思います。昨日から来てたんですけど間に合わなかった。さすがにコイン貯めきれなかったですね。はい、で今回の粒はこちらですね。スターウォーズで、カイロレン、レイ、ストームトルーパー、 BB-8、 R2-D2、 ヨーダ、K2SO、 デストルーパーということでね。やっぱり入ってないか、この中には。ジェダイがね、入ってればいいなと思ったんだけど、ルークね、入ってなかったな。はい、でラストショーがこちらですね、スキルチケット。というわけで久しぶりのスターウォーズのこちらピックアップガチャなので、早速引いていきたいと思います。はい、じゃあ引いていきます。さあ、まずは何から出るかな。お、K2SO だ。あれ、なんかちょっと待って、今プレミアムチケットになってるやつがあったね。あ、これだ、デストルーパー。デストルーパースキルマーだったんだね。はい、でプレミアムチケットに変わってると。なるほど、まあ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 、スキルマックスはいいことですね。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、次は何でしょう。レイですね。スキル3の 25%。 今月ってジェダイルーク出ないのかな。そろそろ登場するかなと思ったんだけど、このまま出ないで終わっちゃうのかな。お、ここでチケット出ました。まあ正直ね、僕かなりジェダイルークスキルチケットで、レベル、スキルレベル5からかずっと上げまくってるんですけどもうちょいで終わるっちゃ終わるんだよね。はい、なのでまあ仮にね、まあ予想するに、例えば確率アップとかで再登場かしたとしても、そんなにね数出ないと思うんだよね。なんだった、今までシンデレラとかもそうだったけど、そんな数出ないじゃないですか、ああいうちょっとね、あの人気どころっていうのは。だからね、まあ、仮にね登場したとしてもね、相当コイン使わないといっぱいは出ないのかなって思うんですよね。はい、お、ヨーダスキル2の 50% ですね。なので、まあ、仮にあのそのジェダイルークが出た時のために残り1体か2体出れば、スキル間になれるぐらいのタイミングで出てくれると一番嬉しいかな。はい、カイロレンスキル3の 25%。 なんかね、ジェダイロックってコイン稼ぎにすごいいいんでしょ。ただ僕この間スキル5でやってみたんだけど、スキル5から4、あ、5から4に変えるのと、あとコインかのあれを使って、スキルを使ってやってみたんだけど、まあね、いかんせんプレイが下手くそなもんで何コイン貯まったかな、2400コインぐらいしか貯まんなかった。なんかよくね、あの他の方が出してるプレイ動画でね、何万コインとかって出てるんだけど、あれはねできなかった。ジャイロ機能を使ってもダメだった。ヨーダスキル3になりました。難しいよね。多分まあ練習何回も何回もすればね、あの結構コイン稼げるようになるのかもしれないけど、そしたらね、こういう風に30万コインとかね、45万コインとかね、仮に例えば1回のプレイで1万コインとかでもね溜まってくれれば楽になるんだけどね。今の状態だとね、コイン稼ぎもね、本当に丸々1日かけてがっつりやらないと間に合わないぐらいのペースなんですよ。はい、R2D2 ですね。スキル3の 50%。 なんかね、どうやってコイン貯めしてるんですかって、前からね、結構聞かれるんですけど、やってるのはね、もう自力にコツコツと、なんだっけ、ヤングオイスターのスキルレベルマックスのやつを使って、毎回1回のプレイで2500コインぐらいずつ、平均でね、出して貯めてるんですけど、30万コイン
とかでもね、半日以上はかかるよね。1日近くかかっちゃう時もあるし、で特にこの40万コインになった時はめっちゃ時間かかりますまあ実際昨日間に合わなかったぐらいなので、まあわかるかと思うんですけど、必死にやってもね結構時間かかるので、大変ですよねはい、スキル3の 76% になりました。で、あのコインをなんか分け合うグループみたいなのもあるのは知ってるんだけど、僕はねもうそこはちょっと今のところ入る予定はなく、まあ、自力に貯めていこうかなと思ってます。はい、さあじゃあ次行きましょう。最後レイで終わりですね。スキル3の 50% か。はい、でラスト賞がこちら、スキルチケットもらいました。これはまたジェダイルークの方に使いたいと思います。はい、というわけで今回のピックアップガチャもなんとか完売にすることができました。次何来るかちょっとわからないんですけど、最低でも30万コインは貯めて準備の方をしておきたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あとちーチャンネルでは Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方お願いします。じゃあ今回はここまで。ちーでした。